ありがとうございます。先生ありがとう、ありがとうございます。あ、ゆこおはようございます。いやちょっと昨日も飲みすぎてちょっとねすいませんでした。でよっさんってさ配信した？よっさん、ごめん、かわいい、あー、ありがとう。そうちょっとチャイナ行ってみた。ありがとうございます、ありがとうね。してない、なんでだろう、なんでだろう、なんかさ実況中継するって言ってなかった？あとおめでとうございます、あの日本が勝って世界一なんでしょ？前負けると思ってた。おめでとう日本。え、まだよっさんと一緒かと思った？昨日さ、めっちゃ久しぶりに、ありがとうございます。昨日さ、あのラーメン、あ、蕎麦屋さん行って配信できなくって、前そこで配信したことあったんだけど、なんかダメになっちゃったみたいで、配信がね。だから配信外でよっさんと仲良くご飯食べて、その後あのすぐ帰ってよ、あのベロワイロタクシー乗ってね。ありがとう肉球、ありがとうございます。あー、まゆちゃんチャイナ似合ってる、グレート、ありがとう、やったー、バキュン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 、ありがとうございます。10個ナイス、チャイナオート5個ナイス、ありがとう、ありがとうございます。あのよかったらあのパチコメしてくれたら嬉しいです、ありがとう12号。そう今日最終日なのイベントが、乗り切れたちゃんと。いや今日マジやばくてさ、しんどくてさ、ちゃんとできてよかったわ。え、何？よっさんリスナーが混ざって心配してる、もしかして。チェンナイかわいい、ありがとう、うん、あと いくらあればランクイン。このさ犬の文字あんじゃん、フリーの8位のやつ、そこ押すとランキング見れるの。あ、右下かな、右下にさ犬8位っていう文字ない？スライドするとこの右下のそこでランキング見れるんだけど、このイベントが今日最終日なの、だから行こうと思ってるけど、いやさすがにちょっと メイクする体力なかったな。昨日のさどうだった、つえまゆコラボどうでした、どうだったの。ゆっさんめっちゃ可愛かった、実物どうだったんだろう、面白かった、てかめっちゃ優しかったよさ、超優しい、うん、よっさんの女コラボ史上一番良かった、本当に？あ、ハートの涙ありがとう、あ、ありがとう、
やったー、ありがとう。よっさんと、また4月かな、4月にあのデートコラボしようって、4月に、よっさん好きになった、優しいよね。韓国連れて、あ、なんかそんなような話したかも、そんな話したかも。え、てかめちゃくちゃあれだよ、あの配信切った後ジェントルマンだったよ。でもそう、脇がだった、脇が言えなくてさ、最初なんか最初怒ってんのかなって思って言えなかったんだよね。でどっかのタイミングで脇がかもよって言ったの、まあ、ちょっと脇がぐらい、めっちゃ臭いわけじゃないけど、なんか2000円盗んだんじゃなくて2000円マジックをして、でも取られた、まあ、ちょい脇、ちょい脇だよ、しょうがないよね。いや、鉛筆の芯、冷や干しの匂いじゃないね、ガチの。え、でもなんかほらあのふわっちのてかもう配信者の大手だからみんな言いづらいんじゃない。私ね、教えてあげたいタイプなんだよね、マジで。自分で気づいてなかったらさ、かわいそうじゃん。いや、何もしてない、何もしてない、何もしてない。あ、昨日ゼロワンと対決したね、悔しかった、マジで悔しかった。いや、でもよかった、よっさんめちゃくちゃいい人だったから、なんか超仲良くなったよ。ラーメン食べて、そう、すぐあのタクシー、外出てすぐタクシーの呼んで、予算が先に乗らせて、その後前タクシー乗って帰った。いや、私だから、むくんでるし、いや、昼間超喉痛くてさ、ガラガラで叫んだ、私ガラガラなんだけど、配信すぐ消したの。え、だからそれ酔ってる、飲みすぎ、まあ弱いもん。森があんな楽しそうなコラボ初めて見たそうなの、楽しかったって言ってた楽しかったって言ってたなんかほら、よっさんってさ、配信上なんかさ、ベロチューとかさ、なんかイチャイチャ しないと、なんかキャラクター的にさ、いけないじゃん。だ、配信切った後、大丈夫、まゆちゃんのリスナー大丈夫って心配してくれてたよ、逆に大丈夫かなって、あ、そうだね、大丈夫だよ、そのハトは。あ、てかむしろちょっとキャリーちゃんがね、なんか今日レディースデーでしょ、キャリーちゃんがさ、リスワン狙ってるらしいので、よかったらキャリーちゃんのに踏んであげて、応援してあげてください、よかったら、どっちもネタだよね、よっさんも前もネタだけど、ありがとう。リスワンって、なんか今女子配信者の中で
一番その閲覧数が多かった人が1万円もらえるやつがリスワンなの。そうで、キャリーちゃん今多分2位とか3位とかじゃない？1位になれるかもね。あ、ありがとう肉球、ありがとうございます。9時になったらカラオケ行こうかな。ありがとう。いやマジで寝起きなんだけど、いや私もリスナー取っちゃったんだよ。一人一回なの、1ヶ月。え、なんでよさ配信やってないんだろう。何してんだろう。まいちゃん昨日楽しかった。うっさんに電話してみるか。土曜日までやらない。え、今日何曜日、え、なんで。そうなの。肉球ありがとう。土曜日までやらないのなんでだろう。なんか疑われるじゃん、寝室に森いるんじゃないかみたいな。いや、してない、何もしてない、何もしてない、何もしてないよ。また来月あの会いに来るねって。よっさ東京に来てくれる。よさにちょっと電話してみるか。電話出ないよ。運転中？あ、帰ってんのかな。ありがとう肉球。あ、でもよかった、なんか昨日はあの3桁とかじゃなくてよかった。そのいや安定500ぐらいかなって思ったの。安定5600がリアルじゃない、いって1200とかかなって思ってたからよかったね。ありがとう。よっさんでもなんかみんなに言ってそうじゃん。ありがとう。あ、リュウヤから。え、リュウヤって消えた？リュウヤってさアカウントある？リュウヤって なんでさ配信やってないんだろう。面白いのにリュウヤ。私リュウヤとか会いたいもん、コラボとかで。壊れちゃったの？いや壊れてんじゃん、もともとだって。うん、そうなんだ。そう、面白いしさ。いや、リュウヤもぶっ飛んでるじゃん。そんな繊細な人だったの？完全に壊れてた。どんな風に、私見てなかったもんな。私が休んでる時に多分引退しちゃってるからさ。リュウヤ肉筋ありがとう。うん、あ、手帳持ちなんだ。あ、ケーピーありがとうございます。リュウヤに、うん、え、マジで。なんか昨日さあのなんか前さリスナーあのリスナーさんが来たの知ってる？覚え、わかる？中マスターの店行ったじゃん、あのよっさんと。そしたらなんかさ、ミズナに似てるさ、なんか柴犬持ったさ人来てたよね。なんか
なんか水根にそっくりなんだけど顔が。なんかあの人ヤバい人らしいよ。うん。そうなんかそう犬連れてきてた人で、いやめちゃくちゃおとなしいんだよ犬がね。なんかエンディさんがそのなんかあの人のこと知ってるらしくて、いやなんかえなんか昨日ずっと隣にいて、なんか背中舐められて行ったんだよねとか、なんかずっと言ってくるのは気持ち悪い人いて、なんかエンディさんがなんかその人が犬を殴ってるところを見たらしい、目の当たりにしたらしい、ね、マジであの人やばい人だから気をつけてねって連絡来てた、うん、ね、いや怖かった、いやしてそうでも確かに、うん怖いね。いや私昨日切れちゃったからさ、よかったな、なんかやり返されなくて。アレックスって何？アレックスって名前の人なの、うん、今日むくんでます。だったらリスナーの言うこと聞かない、すいません、いや昨日マジででも楽しかったな。アレックスっていう名前でなんか地名があるんだ、地名認知されてんだ、そっか。りんちゃんマンスリー13位だよ。えマジで、すごーい、すごいねりんちゃん。むいちゃんこんばんは、はるこさんからありがとうございます、ありがとう。入賞したいよ。あれアレックス綱引き取った人だと思う。え、よくさ分かったね。アレックスっていう配信者なの、あの昨日の柴犬持った人って。え、アレックスってまゆ知ってるな。え、アレックスって知ってるわ。あ、私 DM やり取りしてるし、ちょっとアイテム応援してくれたりとか。あ、その人なんだ。え、アレックスってさ、サムネがさ、なんかどんなサムネ？あ、あの人なんだ。そうだよね。そうなんだ、あの人だったんだ、配信者だねじゃあね、うん、いやそんな何高額アイテムとかもらったことないけど、あとコメントとかねよくちょいちょいちょいしてくれてたわ。でもへえ、なるほどね。いや、水菜に似てたよ、顔。水菜に。いや、配信者でしょ、だって。で、昨日、売名だったんじゃない？じゃあ。いや、私、普通にさ、ただの、何？リスナーの人でこんなに言ってると思ったから、まあ、配信者だったんだ。まあ、でも怖いよね。普通、名乗るよね。で私なんか切れたのは覚えてる。つなちゃんを泊まらせてたんだ。マジで世間狭いね。うん。配信切って森とイチャイチャしてないよ。そうだから、よっさんってやっぱさ、やっぱ優しいよね。なんか、ああ、この人本当にいい人なんだなっていうのが分かっちゃうよね。なんか、こういう時に。うん、怒んないもんだって。
寒いにしてた。あの人絶対怒らないよね。全然イメージと違った。想像以上に優しかったし、会えてよかった。あとめっちゃ肌が綺麗だった。猪狩源氏8時まで行ったんだ。え、それいつ行ったの？猪狩源氏予算8時まで行ったんだ。ありがとう肉球。いやでも怖かったのは一番最初だね。会った最初が一番、うん、あ、最初が80か、うん、そう最初怖かったね。空きが怒ってた。やばい寝起きなんだけど、あと3時間半だイベント。うん、昨日あれからまっすぐ帰ってすぐ寝て、はい、めっちゃ出たよ今日も。昼間どんどん痛くて起きてさ。あ、肉球ありがとうございます。ありがとうございます。でもなんかあんまり私さ、いや面白いか、うん、イベント入賞するとなんか奨励金、何なんかなんなんかなんかなんつうのなんか歴になる。この人は2023年の何月何日のこれにな、そう、名誉と、あとはグッズがもらえる。で、このイベントはハニーと服のグッズが作れる。断トツ面白かった。いやでもさ、いや面白いんだけど、で私もさ、なんかあ、なんかほら、あの悪役になるじゃん。なんかさ、いや面白くてもこれってなんか私嫌われちゃうなって思っちゃうの。だけどなんか仲良し配信とかしたくないし、なんかむずいんだよね。むずくない？いや私あれ、あの頑張って悪役になってんだよ。だから難しいね、なんか、うん、よっさん、よっさんね、難しいよね。いや、よっさん小さかったな、ほんと。で、よっさんはね、あの、いや、ビジホに帰ったんだけど、多分そのまま起きて今帰ってんじゃないかな。バイクで来たらしいよ、東京に。アイテム全然飛ばなかったんじゃ。でもさ、基本一人の時だよね飛ぶのって。きっとそうじゃない？うん、でやりすぎだよ、やりすぎ。昨日だって、昨日乾燥3回ぐらいしたかな。超やったよね昨日。めっちゃ配信やってたよお前。うん、まあ別にまた見れるけど、ちょっと考えないといけないね。うん、よっさんも言ってた、コラボアイテム飛ばないって。そうだね。うん、いや違うんだよ、うん、なんかさ、うん、
うん、まあ難しいよね。私だってさ、あの基本あの嫌われるつうか、なんかね、いや盛り上がらなかったら絶対に嘘、それは絶対に嘘なの。絶対に盛り上がったんだけど、なんかそれってなんかその時は盛り上がったけど、なんか私が悪いイメージで終わっちゃうなみたいな、うん、そう調子乗っちゃうしね。あ、ここでこれ言ったら面白いよねとか思っちゃう、これやったらとかさ。2000円もさ、ふざけてやっちゃってさ、だって別にいらないもん2000円な。そうちょづいちゃうんだよ眉は。調子乗っちゃってたよ。ありがとう、ありがとうございますね。みんな、まゆさん今からカラオケに行くんだけど、ちょっと乗り気じゃないのみんな、うん、いやでも昨日ちょっとあの神回を逃しちゃったかもね。ナンパっつうかスカウトにブチギレるとこだったのに、あれ逃しちゃったな。ありがとう、お姉ちゃんかわいい。いや寝起きなの、寝起きできついよね、寝起きで すっぴんでこの格好、これ似合うかな、これチャイナ、なお来ました。なんか いるよねふわっちのさ、なんか女の子で最終日コスプレしてるお願いみたいなサムネで、ごめんね昨日心配かけちゃって。肉球ありがとう、涙袋むくんでる、そうむくんでる、なんか私その脂肪注入してちゃう涙袋に、飲みすぎたりすると余計にパンパンになるの、うん、いやこれはちょっと後悔した手術だね。全く吸収しないもん。本当はこんがね、ありがとうゴーちゃん、5個ナイス、応援するぞ、ありがとう、うん、そうそう、だって入れてもさ、なんか年取ったら下にたるんでくんじゃないのかなって、リスナーさんだけうん、そう、しかも特にほら昨日飲みすぎたんだよ、なんか緊張しちゃったよね、あよっさんとこれも、涙袋後悔してる。普通だったらあの吸収されるんだけど何割か、私ね全く吸収しない、うん、ありがとうございます、うん、あそうよっさんのさ、よっさんになんかねステッカーもらった、これあのファンタスティックじゃないともらえない森ステッカーらしい、これでかいよね、これ冷蔵庫に貼ろうかな、かわいい、くどこれファンタスティックのステッカーです、かわいい、これどこにあろうかなどこにあろう、ここあんまり主張したくないな、配信に毎回絶対映るじゃん、あてか冷蔵庫に貼るのいいな、あの配信者の、見えるところに、でもなんかずっとよっさんが後ろにいるの、